チャコベツチャコベツチャコベツは、クロアチア北部、メジムリエ郡にある都市。メジムリア郡の郡とであり、ムール川とドラーバ川の間に一種工業の他、武道栽培でよく知られ、農業や狩猟も盛んである。古代ローマの地理学者、ストラボンの地理士によれば、今日のチャコベツの場所には一世絹町が広がりアクアマと呼ばれ、軍事郵便の中継地や、駐屯地などが置かれていた。 チャコ別の語源は、ディミトリウスチャーキ伯爵のせいから来ている。13世紀、木造の要塞がチャーキ伯爵によって着工され、後にチャーキ島と名付けられている。文書に初めて記録されたのは1328年のことで、1333年には公式の記録書に残されている。1350年から1397年に、 かけては、ラッコビッチ家の領有であった。1547年以降、ニコラ・シュビッチ・ズリンスキが、クロアチアの番になってからの時代、チャコベツは、経済的にも、文化的にも大きく発展したと考えられる。当時、城は贅沢に装飾され著名な軍人や、君主の彫刻や庭園によって囲まれていた。ーク由来五世が1579年5月29日に、 茶コ別要塞やその近辺に住民の居住を認め、自由都市としての茶コ別が始まった。その日は都市記念日となっている。城は16世紀から18世紀にかけズリンスキ家の所有であった。今日、ズリンスキ旧市街として知られ、茶コ別のランドマークとなっている。ズリンスキ公園が中央広場や市中心部からほど近い場所にある。 1738年地震によって壊滅的な被害をこむり、1741年の大火や1880年の震災など災害にも見舞われている。18世紀朝の領有はフェシュテティッチ公爵になり、工業や商業が発展し大きな地位を占めるようになる。1848年、ヨシップ・イエラチッチが番になると茶個別はハンガリー人から解放され、 1860年からブダペストや港があるリエカ、トリエステなどを結ぶ鉄道が建設される。1918年まではハンガリー王国のザラ軍に属していた。第二次世界大戦中の1941年から1944年にかけて再びハンガリーの支配下にあった。チャコ別はクロアチア国内でも10位以内に入る GDP が高い地域である。 工業や商業、学術などのメジムリエ軍での中心都市で、繊維業、靴、食品加工、金属加工などの工業が基盤となっている。茶コ別を拠点とするティス・ザリンスキーは、メジムリエ軍最大の印刷、出版企業で、クロアチア北部の大企業の一つである。その他にも多くの企業が茶コ別を拠点としている。茶コ別は、スポーツが盛んな地域で、 ハンドボールの世界大会なども開かれているほか、毎年夏には多くの文化的な催しが開かれている。また、博物館や教会なども訪れる価値がある。鉄道によってザグレブやハンガリー方面と結ばれているほか、バイパス経由でハンガリー方面へ伸びる高速道路 A4 線に接続している。ありがとうございます。